ッキーです。今日はですね、久々なんですけど新橋にやってきまして、でこの新橋にめちゃくちゃ美味しいお好み焼き屋さんがあるということで、今日はこちらにやってきました。ちんちくりんさんにやってきました。今回こちらのお店を、紹介していただいたのはこちらの方でございます。どうも、岸です。どうもです。どうも。ちょいちょいワッキー TV で、はい、今年ですか、はい、広島に行った時に岸さん、あのゴルフの方なんですけども、久しぶりです。広島出身ということで、はい、まあ、広島行った際にいろいろワッキー TV でもご紹介したんですけれども、ちょっとまだ見てない方いらっしゃったら、広島のご当地グルメ編の動画、こちらにカードでピョンと出てきますので、見てみてください、ね、全然お好み焼き食べてないんで、はい、まあ、東京でも本格的な広島のお好み焼きが食べれる店、はい、今日はもう、はい、僕すごい楽しみです、これ、はい、本当お好み焼き全然食べてないんで、はい、それでは、新橋のちんちくりんさんでお好み焼き食べていきたいと思います。行ってきます。店内入ってきましたけど、やっぱいいですね。いいですね。目の前に鉄板でございます。鉄板があって、やっぱりこれが仕方があって、はい。はい。で、メニューすごく多いですね。すごいんですよ。ただのお好み焼き屋さんじゃないですよ。サイドメニューから、炒め物から海鮮系とかも、ものすごく種類があって。まあ、選んでも悩みましたね。ちょっと悩みますよね、これ。レンコンの挟み揚げとか、ちょっとね、そそりますけどね。看板メニューが、こちらの、チンチクリン焼きという、まあ、お好み焼きなんですけど、まあ、これが一番人気だそうです。やっぱお好み焼きは麺が入るのかな。そうですね。あの広島もやっぱりね、麺が美味しいところがないと美味しいと食べないですね。あ、そうなんですか。へぇ、まあ、磯の、はい、麺でございます。あ、そうなんですか。じゃあ広島、まあ、多分これ広島の方も見てると思うんで、はい、多分まあそういえば分かるんですよ。そうですね。そしたらですね、僕はあのチンチクリンハイボール、店名にもなってるハイボール、瀬戸内レモンチューハイ、瀬戸内レモンチューハイ、瀬戸内のレモンをね、やっぱり広島といえば、そう、瀬戸内レモンでございます。乾杯でーす。乾杯でーす。乾杯でーす。じゃあ皆さん乾杯。あー、うまい。ハイボール久々に飲んだ。うまい。そちらの1品目がやってきまして、はい、こちらコーネの塩焼きということですね。コーネというのは広島特有の、まあ、肉の部位、首から肩にかけてのスライス肉、ゼラチンがあるんですね。ちょっと脂身が豊富な、広島風に発音するとコーネです。コーネ、目の前でやってくれるっていう大事さんかな。そうですね。やっぱいいね、いい音が、いい音が出るんですよね、目の前でも。ちょっとこれネギも、ネギも、いただきます。うん、うまっ。これ油すごいですね。うん、僕みたいに脂身大好き人間にはたまらない。油が甘いんですよ。うん、飲みすぎちゃう。うん、うん、いただきました。これはもう広島ではもう当たり前ですかね、牡蠣のバター焼き。カキすごいっすよ、これ。いただきます。うん、うまっ、うまっ。まさに海のミルクです。いや、美味しいな。めちゃくちゃクリーミーで、カキと合いますね。キャベツも新鮮というね。いいっすね。これあとレモンもかけてますよね。レモンも美味しいです。うん、牡蠣から出た出汁とバターでこのネギとキャベツの絡めるっていう、これだけでも美味しい。うん、うん、
私も今3品目来たんですけど、これあんまり東京の人は知らない人多いかもしれない。ウニホーレンとか。ウニホーレン。で、バケットもついてますね。そこに乗せて食べると。広島じゃ結構みんな知ってるメニュー。あ、そうなんですか。なんかもうこの時点で、ウニの、すげえウニ。香りが、ウニホーレン、バケットに乗せて食べるそうです。いただきます。うん、うまっ。うん、ウニ特有の風味とこのちょっと甘い感じがまたいいですね。ほうれん草いいですね。あとほうれん草も合うし、うん、ほうれん草もまたいいですね。お好み焼きまで達するまでの今ね、余興というかサイドメニューとか、サイドメニューが美味しくて、美味しすぎてもう途中お腹になっちゃう。お好み焼きまで本当に。トランス様、一品三品入ります。いいよ。続いてはね、小イワシの熱々南蛮揚げですね。なんかあの広島では小イワシは結構食べられるんですか。結構なんか大きな魚とかじゃなくて、本当に小魚を、まあ、梅のまま食べるみたいなところが結構あって。いただきます。うん、あ、うまっ。これはうまい。白いご飯かっこみたくなっちゃう。なんかないですね。なんか、うん、ちょっとね、酢が効いた感じがね、また食欲が湧き出てきますね。これお魚もしっかり食べて、うん、まあ、さっきからの魚も魚介系ですか。もちろん美味しいんですけど、ネギがうまいですね。ネギが美味しい、うん、キャベツが美味しい、玉ねぎも美味しい、うん、で野菜が美味しくないとやっぱりお店としては高くない。ネギが特にうまい。はい、どうぞ。
新竹林さんの看板メニュー、お好み焼きの新竹林焼きなんですけど、今出来上がりまして、その製麺さんの生麺を使った、お好み焼きでございます。こんな感じですか。はい、キャベツの食感と生地、それからソースがね、甘めですね。で、麺も美味しいですね。うん、天かすがいいアクセントになってて、中に入ってる大葉がね、なかなかいい仕事してますよね。大葉も美味しいね。大葉が入ってるから。うん、うまい。ソースが2種類あって、ビッカラがあるから、こんなに辛くはないですけど、いいアクセントマヨネーズがあるんだよ。あっという間ですよ、もう最後。うまいんで、もう早いですね。さあ、そしたらですね、ちんちくりんさんでお好み焼きといろいろと食べてきましたけれども、はい、いやー、うまかったですね。満足ですね。やっぱり広島県民の人がもう広島と遜色ないと、まあ、そのままのお店が、うん、東京に一応ね、うん、出てますんで、味はもう本当美味しかったですし、お好み焼きにたどり着くまでのサイドメニューが全部うまかったんで、豊富ですからね。お好み焼きにたどり着くまでお腹いっぱいになっちゃうのはちょっと要注意ですね。要注意です。僕はね、ネギとかキャベツとかそういう付け合わせ的なものが全部美味しかった、はい、あれがね、僕は結構もう嬉しかったですね。野菜がもう新鮮なんですよね。本当キャベツは本当に美味しくないと、うん、絶対お好みは美味しくないんで、本当うまかったです。東京、こちら新橋、もう駅出てすぐなんですけども、はい、西口通りですね、商店街の入ってすぐのところにありますんで、ぜひ新橋、神田近辺お越しの際、広島のお好み焼きを食べたい方はちんちくりんさんで食べに行ってみてはいかがでしょうか。以上、わけでしょう。